Metamorpho Studio Tokyo。あいにくの雨ですね。今日は東京都知事選挙です。エミルさんまだかな。あれじゃね。虎ノ門ヒルズです。雨ですね。さっき来た。いやついに来ましたね。来ました東京都知事選挙。何その T シャツ。何東京？東京の多分あれじゃない？オリンピック。笑った。オリンピックで。面白いね。アディダスじゃん。映ってる。映ってる映ってる。どうですか？おもろい。イキイキプラザのドロトピアに来ました。ここは投票所になります。ちょっと近い。はい。誰に入れるの？あれなんだっけ？コロナ。なんだっけ？風？コロナは。ただの風。誰なの？誰が平塚正幸さん。あ、そうなんだ。インパクトあるな。うんですよ。山本太郎さん。絶対ない。じゃあ、それでは早速東京に行ってきたいと思います。はい、行ってらっしゃい。行きます。行ってらっしゃい。行ってしまいました。メールでさ、スパムメールって来るじゃん。すっごい来るでしょ。来ますね。うん、あれを一発でなくす方法っていうのをね、こう提唱してた人がいるんだけど、やっぱ東大出て、名古屋大学の教授とかやられてたのかな。そういう方で、で学校をやってた方だったんだけど、その人がおっしゃったのが、メール一通送るの1円課金すればいいんだよと。したらもう一瞬でそこでなくなるからって、そのスパム。なるほどね。それにちょっと近いなと思ったんだよね。まあ、あとね、エンターテインメントでいうと VR ライブのインフラを整えるっていうのはね、まあこれなんかはね、これから VR とか AR もなってくるし、Apple とか Google なんかもね、この辺は日本もね、ぜひ遅れないでやってってほしいなとか。オンラインサロンとかもね、都民限定の無料オンラインサロン、これはちょっと面白いかもしれないね。人生100年時代のコミュニティ、これすげえ気になるのが33番、すごい気になる。妖精さんのリストラ計画。妖精さんのリストラ計画、ちょっと気になる。元妖精さんとしてはいらない年の人ってことでしょ。はいはい。会社で座ってるだけの妖精さんのことしも多分。そういうのも妖精さんって言うんだ。妖精さんっていうらしいですよ。何もせずに役職だけついて、ずっと机に座ってコーヒーを飲む給与泥棒みたいなのがやっぱいっぱいいるみたいで、大企業にはいらないね。いらないね、残念ながら。それはいらないね。もう時代に合わないよね、そういうのって。ね、面白いのが森友事件で悪者にされている籠池夫婦を救いますって言ってますね。まあ、ぶっちゃけもうやられましたね、あの夫婦は。で、実際誰か消されたじゃないですか、その。これはね、なんか頭いい人はもう気づき出してるとかって言うよね。結構やっぱり今の時代らしかの消されてる人いますよ、失態を隠すために。トカゲの尻尾切りっていうみたいな、まだありますか。あるでしょう。もう安倍さん、そうだよね、いつ辞めようかなぐらいの感じじゃないですか。ほんじゃ僕の個人的なね、総括というか意見言わせてもらうと、基本は新しいもの革新好きなのよ。だから変わってほしいんだよね、基本の意見としてはね。政権に関してもそうなんだけど、なんかこう変えていきたい、新しい風をちょっと取り入れたいっていうのが基本の考えとしてあるんだけども、だからといってこの人っていうのは実はなくてですね、何もしなかったっていうその小池さん、それがまあ女性として、まあ女性がトップでいることっていうのがちょっと美しいのかなと思ってて、だからっつってまあ小池さんっていうわけでもないんだけど、ちょっとまあホリエモン新党とか面白いかなと思って、変わるんなら変わっちゃえばいいんじゃないのっていうところも、本当ここでね、僕がこう話す
意味というか、それを言うとね、実はねこれからの世界って誰があの都知事になるとかっていうよりも、もっとなんか大事なことがある気がして、今後の世界ってやっぱり自分が個人がどういう未来を生きていきたいかっていう方がすごく大事なのかなと思ってんだよね。話が都市伝説寄りなことをちょっとあえて言わせてもらうと、パラレルワールドって恐ろしい考え方があるんだけど、はい、聞いたことある？前パラレルワールドっていう、いろんな自分がいて、いろんなあの世界が平行世界のことなんだよね。だからまあパラレルワールドはないと言われてたんだけど、実はそのないという証拠がないわけですよ。だから絶対否定できない。もしパラレルワールドっていうものがあってしまった場合、すごく怖いんだよね。これを言い出すともう何でもありの世界になっちゃうから、もう収拾がつかなくなるんだけど、例えばあの山本太郎さんが都知事になる世界もあれば、その小池百合子さんがそのまま、すごい方に、そういうふうに分裂しちゃうっていうのは、ちょっとね、この話出すと何でもありになっちゃうんだけど、それを考えるとさ、何を言いたいかっていうと、自分がどういう未来を生きたいかっていうことをすごく考えることの方が大事だと。でもそれは本当に出てたら面白いね。要するにゲームみたいなもんだよね。サーバーみたいなね、こっちのサーバーがあって、あっちのサーバーがあって、自分はこっちにあのログインするみたいなね。そうそう、ね、あのね、もっとねちょっと分かりやすい例えをするとすると、今までの世の中って、学校で言うと野球部しかない、あの部活がね、学校って感じだったのよ。だから野球が得意な人じゃないと楽しめないというか、あの一部のレギュラーと、あとその補欠だったり玉拾いだったりがいてっていうような世界だったと思うんだよね。でも今後はいろんな部活、自分が行きたい部活も選べたりとか、時代が今後来るんじゃないかなと僕は見てるんだよね。でちょうど今みんな卒業するタイミングに来てると思う。この今回のこの300年400年続いた文明かな、ロンドンを中心にした文明と言ってもいいかもしれないけど、産業革命以来のね、これを人類が卒業するタイミングに来てると。自分がこの先どうしたいか、どういう社会を生きていきたいか、どういう未来を生きていきたいかっていうのが重要な時代なんじゃないかなと思ってるんだよね。デジタルの時代も完全に変わってしまって、もはや物を売ることっていうのが非常にリスクがある時代、まあ、在庫を抱えないだとか、もろもろとコロナ事情でこう世の中変わっちゃってるけども、デジタル系やってる会社はもうね強いでしょ。強いね。アップルとかグーグル、フェイスブックね、世界引っ張られてるわけだけど、我々も教えられることいっぱいあって、日本ってやっぱ昔からさ、一つのことにすごく長い年月執着するじゃない。そうだね。野球推しでしょ日本は。いまだになかなかさ、やっとでは卓球推しになったの最近。卓球推しや。ここ最近だよ。ね、本当に肩身の狭い思いしてやってたからね。そうだよね。卓球ってマイナーなイメージあるよね。マイナーでバカにされてたから。地味な感じあるよね。めっちゃもうひどかったからね。だから当時のメンバーにもバカにされてたからね。卓球だったよね、そういえば。ネタになるから。なるほど。こっちの、サーバーとか、あっちのサーバー、こっちは小池さんとか、そういったところで、まあ、生活っていう、そのなんだろう、ルール、社会のルールだったり、ゲーム上のルールみたいなが、それぞれあって、その中で自分の適用したところで生活するような時代っていうのは、間もなく訪れるわけじゃない。そういうのも、メジャーな、あのものも、マイナーなものも、どれでも自由に、いろんなところに参加できて、で、自分が、楽しくね、それも仕事もね、自分で選べる時代じゃないと思う。より顕著になっていくよね。これを先選挙とかもさ、今ねネット選挙とかいいんじゃないかとか、いろいろネットでやると多分いろいろ問題がある、現実あるんだよね、あるからなかなかそれは難しいとは思うんだけど、それこそブロックチェーンの技術だとか、そういうのを使ってこれから多分ね選挙だとか、そうだね、それは時間の問題だろうね、マイナンバー、不動産登記だとか、そういった資産も全部これからはそういったもので管理される時代になる、そういった仲介業者がいなくなるっていうような時代がもう間違いない、間違いなくこれは革新であって、これから
5G が来て、うんうん、5G が来た後ブロックチェーン、うん、IoT ってこの技術が来て、うんうん、今度 VR、AR っていうのが本当になんか面白いリアルなアナログの世界に生活するだけじゃなくて、うんうん、本当にデジタルの中でそれこそオンラインゲームが自分の中に入るっていう時代、うん、10年、うんうん、20年後にはもう迫ってきてるという、だってそっちでお金稼げたりもするんだよね、バーチャルなゲームの世界とかで、ね、もう、もう実際にブロックチェーンゲームが出て、うん、1匹の価値のある、うんまあ、そういったキャラクター、うんでも配合されて1匹できた価値っていうのが1000何百万円だったかで落札されたとか、ゲームの一つのキャラクターにそうやって価値がつく、これがもう間違いなくこれからの時代のゲームも遊びも全部仕事になる時代、あの価値がね変わっていくっていう、まあ音楽もあったんだよね、今は音楽を売る時代じゃないんでしょ、ね、サブスク化どんどんしてったりとかして、今僕があえてさ、その今回このあえてパラレルワールドっていう変な話を出した理由の一つまとめさせていただくとね、パラレルワールドで、本来映画みたいにさ、ホラー見たい人、あのファンタジー見たい人、あの恋愛ものロマンス見たい人っていうのがあって、選べるんだったら先に教えててよっていうことがないように、あの伝えておきたいな、話しておきたいなと思ったんだよね。例えば本当に好きなものを見れるんだったら先に教えておいてよみたいな、そんな聞いてないよってならないように、あのパラレルワールドっていうものが絶対否定できない以上あるんじゃないかっていう仮説を持ってね、自分が本当にホラーを見たいのか戦争ものを見たいのか、あの何を見たいのかを今ちゃんとこう自分で決めて、こっちを見るんだっていうのを決めていかないと、後々聞いてないよってならないように話しておきたいなと思うんだよね。その否定できない以上ね、とあの東京都知事に次なるかっていうのすごく大事だけど、それよりももっとね、自分がどうしたいかっていうことをちょっと今考えたいなっていうところが、僕の今回のこの都知事選に関わる考えかな。この人がいいっていうのはあんまないんだよね、実は。もう間もなくじゃない、だってこれもうすぐだよ ね直前で、ね、カズコ的にはこれどう見る、ぶっちゃけというか、まあ、小池さん蓋開けたら瞬間で勝つんでしょうけど、もう予想として開けた瞬間おめでとうなんでしょうけど、盛り上がってるの多分東京だけっすね。あ、僕の周り東京都知事のとの字もないので、あ、まあ、ニュースはテレビ、いや全国ニュースでやっぱ出てくるんですけど、関西ローカルとかだと全く、まあ、テレビにも出てこない、京都の人ってそもそも東京と敵対心持っとらん、もともとは東の京都ですからね、今でこそやっぱ東京都で僕も憧れて東京に行きましたけど、それから京都はやっぱ別格ですよね、やっぱり別格、もう歴史と元はやっぱ京都なんで、仕事の話になるんですけど、とりあえずあの東京のこのもう高騰すぎた不動産価格っていうのが、おそらくもうそろそろなんですよ、爆弾が弾くのが、でまあ個人的にオリンピックももうないと思ってるので、来年の多分そうなってくると結構すごいことが起こりますよ東京は。それでは早速東京に行きたいと思います。はい、行ってらっしゃい、行きます、行ってらっしゃい、行ってしまいました。はい、おかえり、今早いね、一瞬でした、秒じゃん、秒でした、なんだろうな、10秒で降りました、早っまあそんなものなので、ぜひ皆さんもね、まあちょっとこの動画があるころにはもう無理だ、まあでもあとはちょっとね、結果を待つだけです。どこ入れた、はい、はい、そのまま回していいよ、ちょっと話しながら、話しながら行きましょうね、ちょっとなんか思った以上に書く人も迷ったね、やっぱり、ああ多かったんだね。